ああ、ミスった。ミスった、ミスった、ミスった。これがもっといっぱい続く予定だったんだけど。ああ。さんです。こんにちは。こんにちはって感じで、お久しぶりですね。久しぶりっすね。割と1年ぶりぐらいじゃない。そうっすね、マジで。実際に会うの1年ぶり、うん、この部屋の感じを見るとどこにどんな感じでデスクがあるのかあんまりわかんないんですけど。じゃあちょっと開けます。よいしょ。このあ、すごっ。がっつりもうめちゃくちゃおしゃれ。こんな感じでがっつりデスクがあのクローゼットの中に入ってるんですね。改めてじゃあ拓哉総司なんですけど、西村拓哉と言います。今年で31歳で妻が1人います。で、お仕事は普段、まあ、会社員、まあ、サラリーマンで、まあ、ウェブサービスのディレクターをやってますと。5年ぐらい前から、東京で暮らしてて、まあ、一応23区内にありますと。広さは多分大体50平米ぐらいかな。結構収納が本当この押し入れだけじゃなくて結構あるんで、居住空間は結構狭いかもしれないですけど、50平米ぐらいあって、2DK になりますと。今の仕事はそうだな、事業会社で、ウェブサービスをやってて、まあ、それのディレクター、まあ幅広く言うとディレクター職、はい、結構あのサービス自体そんなにこうめちゃくちゃ大きいわけじゃないので、まあなんかあの新しいことも考えるし、あのまあ LP というかページ制作もやったりするんで、規模の大きいブログみたいなのに多分やってるかもしれないです。そうですよね、はい、もともと趣味で僕らブログでつながってるじゃないですか、うん、確かにその流れで、うん、なんだから転職したのが1年ちょっと前で、まあそれまでウェブとは全然違う業界にいたんだけど、基本的に在宅ワークですか。うん、そうですね。あの特にもうウェブのサービスなんで、みんなで顔合わせたのは本当1年ちょい前ぐらい。すごい。コロナになってからもうちょうどもう丸1年ぐらい、在宅、もともと趣味用だったデスクだったんですけど、まあ、普段の仕事も含めてここでやってるんで、まあ、ほぼここの前にいるっていう感じですね。はい。環境ちょっと見せてもらいたいんですけど、はい、なんかコンセプトみたいなとかありますか。コンセプトね、コンセプトね。コンセプトなんだろうな、うーん、割と整いすぎた感じにはしたくなくて、はい、まあ結構雑多だけど好きなものが主にあるみたいなのを目指してました。んなんで押し入れがデスクになってしまったのかみたいな。あ、デスクを押し入れにした理由みたいな、ちょっと面白そうっすね。ああ、そうね、なんかただね、部屋全体なんとなく見てもらうと分かると思うんだけど、こう結構窓とかそもそも収納の場所が多くて、あの普通にデスクを置いちゃうとね、動線が潰れちゃったりとかするなと思って、ずっとデスクを置くとこないなって思ってたんですけど、なんか特になんか入れるものもないなっていうところがリビングの押し入れだったんで、まあなんか高さ的にもいけんじゃねと思ってちょっと試しにモニターを、最初ねここら辺荷物めちゃくちゃあったんですけど、荷物ガッてどけてモニターを置いてちょっと作業し始めたのが最初で、でまあちょっとずつデスクっぽくというか、まあ棚つけたりとか、まあいろいろやってって今に至るっていう感じです。ほんとこの在宅勤務が始まってから買ったんですけど、ハンマンミラーのセールチェアっていうやつですね。あー、おしゃれな。そう、結構ねやっぱザ・ワークチェアって感じだと部屋に合わないなと思って、でもそんなにそのワークチェア感がないやつだと結構ね腰も痛くなるんで、
まあいい塩梅のところを探したところ、やっぱりこのセールチェアってやつがデザイン的にもすごいいいなと思って、結構オフィスでも使われてるんで、その中古のオフィス家具屋さんとかにも安く売ってたりとかするんで、本当にあの定価の半額とかで買えましたね。これはこれがあるとないとでは全然集中力というか座ってられる時間が違ったりとかするんで、ずっと基本的にもうここに置きっぱなしで、まあちょっとでかいからこのスペースがねきつかったりとかはするんだけど、座ってる時間というかそのデスクに向かってる時間が1日どんぐらいあるかみたいな。結構長いんじゃない仕事したのしてその後とかもやってるから、なんか10時間ぐらい座ってる気がする。うん、多分ね。じゃあ椅子やっぱ大事っすね。うん、1日のスケジュール的なところで言うと何かあるの？修行が10時なんで、まあ10時に間に合うぐらい、修行に間に合うぐらいで、まあ起きて準備して、でまあ夜8時とかで仕事一旦終わって、うん、そっからまあ好きなことというか、まあ、植物のこと調べたりとか、最近はブログ書いたりとか写真編集したりっていう感じですね。うん、1日はほとんどもうそこに座って、うん、何らかの作業をです。ほんとそうですメインのマシーンとかを教えてもらっていいですか？あ、じゃあメインのマシーンは、ちょっと最近変えたんですけど、 M1 のMac mini をメインマシンにしてます。で、こっちに、会社用の MacBook Pro があって、まあ切り替えて使ってるっていう感じですね。はい、Mac mini した理由みたいなありますか？あ、やっぱりね、あの iMac だと iMac27 で大きいのに会社のパソコンつなげなかったから、うん、はい、仕事はこの前ので13インチでやってたんですよこんなに大きなディスプレイがあるのにこんな小さなところで仕事するの嫌だなと思って、はい、iMac ってやっぱディスプレイの綺麗さとスペック的にいくと結構やっぱりコスパがいいから、うん、なかなか買い替えをちょっと躊躇してたんだけど、この M1 の Mac mini があのそれなりにこうスペックも良くて値段も安かったんで、これが出たタイミングで、まあ、このディスプレイと Mac mini と会社の MacBook Pro っていうタイプ体制に。ディスプレイは何のディスプレイですか？ディスプレイはね、デルの確か結構綺麗めなディスプレイを選びました。 4K27 インチでこう iMac とは近しいクラスの、モニターを探してた時に、まあ、いろんな人のブログとかを見たところ、まあ、これが違和感なく iMac からあの移行できる、まあ、価格的にもちょうどいい感じのモニターだなっていうところで、今バランスの良さでこれにしましたね。でもかなり良いです。高さ調整もできるし、いいね、メカニカルキーボード。あ、そうっすねおしゃれそう、これもこのディスプレイと買った理由結構近くて、あのこのファンクションキーと数字であの接続先をすぐ変えれるから、まあ仕事用と共用で使うためにこれにしてます。値段もそんな高くなくって、まあコスパ的には良かったなっていう感じです。1万ちょいぐらいかな、キークロンの K8 かな、なんか、はい、無接点はちょっと高いなみたいなのがあってあ、そう、イヤホンとかもいいなって思ったんだけど、まあ、まずはなんかもともとフィルコ使ってて、フィルコが Mac 用のこうキーボードじゃなかったから、うん、Mac 用で、まあ、1万円程度でかつこの切り替えが簡単にできるっていうので探していくと、なんか見た目と価格と機能のバランスから、まあ、これが良さそうだなっていうので、うん、そう、有線と無線の切り替えも結構簡単にできるし、うん、今のところこれ結構気に入ってる。普通のマジックキーボードか、はい、使ってたけど、やっぱりちょっともう高さも取れないし結構腕疲れてたから、うん、結構いいっすねこれね。今デスクの上にはトラックパッドと、うん、このトラックボールがあるじゃないですか。基本はトラックボール、はい、これもキーボードと同じ理由でここで 1と2であの会社用とあの Mac mini とで切り替えてるんで、基本的にはこのトラックボールマウスを使ってますと。でこいつはあのプライベート用の Mac mini につながってて、まあなんかあのだらだらウェブサーフィンしたい時とか、あのたまにこのトラックパッドの方がピンチとかやりやすかったりするんで、こっちを使ってるって感じですね。これをもう会社用とうち用とで2台使ってますそう、もうね、会社に置きっぱなしのが1台あって、そう、やっぱこれが一番好きですね。トラックボール選ぶ理由みたいなのあったりしますか？ね、前職で Excel をゴリゴリ使ってて、はい、Excel をゴリゴリ使うと
こういう移動がめちゃくちゃ発生するから、はいはいはい、それがこのトラックボールだともう一瞬でできるっていうのが結構始まりで、まあ、それ以降ねやっぱり全然腕がしんどくならないのと、うん、結構ねこまめな動きとかにも対応してくれるんで、うん、トラックボールが一番個人的には合ってるなっていう。そうエルゴはショートカットもねすごい、俺はこれとこのデスクトップ切り替えみたいなのを割り当てていて、ここのこれと一緒にしてる動きは。いいっすね、うん、これはね確かねどこだっけね、ミワックスってところの、うん、デスクマットで、確かねなんかブログにも配したんだけど、あこれかミワックスっていうところ、これね確かね2000円ぐらいなんだよね。うん、で合皮だけど無理に革に近づけてない感がすごくいいなって思ってて、フルレザーだとすごい高いから、確かにちょうどこのなんか高級感と若干のチープさの間ぐらいがいいなと思ってこれ使ってます。あこれはねあれだね、オーディオインターフェースでギターをつなぐことができるギターをこれMac で録音したりとかすることができて、結構 UI も可愛くて好きなんだけど、知り合いから譲ってもらったんですけど、うん、コンパクトフィルムカメラっすね。これは一番持ち歩いてるかな、うん、もうマジでこんな感じで撮ってるよ多分こうほんとなんかあるたびに、うん、特になんか画角とか細かいのも気にせずにパシって撮るようにアレクサがあるんですけど、アレクサこれねなんかねこれそれこそトモログがなんかいいって言ってたじゃんこれ、はいはい、なんかね確かにこうまずね時計を瞬時に確認できるものがなんかなかったから、これ置いてみようと思って、はいはい、たまにこのスマートフォームとかでデスクライト調整したりとか、あ、うん、あそっかそれすべてあれなんですか、フューみたいなので、あそう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 、これ朝の10時に白くなるようにしてて、仕事中は白い方がいいなって思ってまあなんかホーリースタイルなんだけど、ヒューとかで色温度、あそう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 、ヒューにしてる。なんかやっぱそこはねなんか切り替えがなんか難しいから、好きな場所が仕事の場所になっちゃったからさ悩ましいですね。そうなかなかそう結構きついなっていう時もあって、うん、アレクサ植物ライト入れてでつけるとオンになるみたいなのをまあたまに使ったりしますね、うん、まあ、あとは本当時間と天気予報とかがやっぱ常に流れてるから、それが結構便利で使ってたりとかはします。このアンプにつなげてこのスピーカーから鳴らしてるんだけど、台所とあとあっちのリビングのスピーカーにもアレクサつなげてて、Spotify で再生する部屋をコントロールできるから、全部の部屋ってやるとこっからも出るしあっちからも出るみたいな。すごい、そんな、そう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 、うん、面白い。そうだから結構俺なんかお店っぽい感じでどこ行っても同じ音楽流れてるのがいいなって思ったから、はい、このアレクサに全部スピーカーつながせて再生する場所をこれでバシバシ切り替えるっていうのをやってたりとかします。ちなみにそこにあるのはエコーショー5みたいな。そうこれはショー5、ここがエコーショーで上がエコードット、これドットかな、うん、でアンプとスピーカーみたいなどういうやつですか。あそうこれはアンプは本当に安い中間アンプでなんか3000円ぐらいの、ただただ音出すだけみたいなやつで、スピーカーはこれもう売ってないテクニックスの多分めちゃくちゃ3、40年前ぐらいのスピーカーで、なんかヤフオクで買いました。ちなみにディスプレイに今映ってるのはあれですよね、ブログっすよね、ジャッサンの。そうです、ナンバー26っていう、はい、まったりやってるブログですめっちゃおしゃれな写真のプレート髪の話とイタリアの写真のやつとかはめっちゃ、あ確かにね、そうイタリアの旅行行った時 の話とか、そう結構ね、はい、まとめてるんで、富士フイルムのカメラを持って新婚旅行っすよね。そう新婚旅行もう3年ぐらい前なんだけど、去年は伊豆大島なんかも行ってたんで、そうペンタックス67っていう中盤フィルムだけ持って伊豆大島に行った時の写真、もう本当なんか日記みたいだけどそういう写真を送りたいね。そう俺は結構ねちょうどコロナのギリギリのタイミングで行けたから良かったんですけど、うん、はい、フィルムも、まあ、カメラも、うん、こ
この後で見ていきたいんですけど、ちなみになんかどういうツールを使って作業するみたいなこと多いですか？プライベートだと思う。基本はなんか写真編集が多いんで、ライトルームめっちゃ使う。ちょっとちょうど最近昨日した物撮りなんですけど物撮りがめっちゃ、そう、これは最近買ったニコン Z6 で、はい、これは GFX です。これ取って出しかな、ほぼ、うん、そう、取って出しでね、露出ちょっと上げただけで、そう、すごい綺麗に撮れるから、やっぱ色めちゃくちゃいいんだよね。うん、これが最近買ったニコンの Z6 で、はい、メインが富士フィルムの GFX、うん、もうなんかこれにまとめてもいいかもしれないなと思ってちょっと試しに買ってみたっていう。うん、あとはね、フィルムとかかな、ポケペンとか。でけえ。はい、でかい。これなんか、おお、音がもう。やばいっしょ。まあ結構ね、フィルムのオールドレンズとかを一時期結構買ってたんで、うん、このプラナーかな。これはシグマのあれかな、カミソリマクロかな。なんか写真にハマった理由みたいなのあったりするんですか？写真はそうだね、女の子を撮りたかったっていうのが一個あったかな、昔。うん、昔そのやってたメディアが、趣味でやってたメディアがその結構女の子を撮るっていうメディアだったから、多分ブログ、トバログとかと発想近いと思うんだけど、自分で撮るものを結構いい感じに撮りたいみたいな紹介するものとか、なんか身の回りのものをいい感じに撮りたいみたいな欲求が結構多分あって、うん、そう、それだけ別で頼むのも嫌だから自分で撮りたいなみたいな多分気持ちが結構強かったのかなと思います。そういえばカフェやってたんですよね。あ、そうそうそう、大学の最後の1年かな、休学してやってた時に、うん、まあ、カメラをちょっと買ってみたいな。震災のタイミングで就活してて、うん、就活とか全部ダメになっちゃって、なんかでもやりたいなって思ってそのカフェやることにした。そのままカフェの道には進まなかったんですか？やっぱり結構カフェ、自分が好きなカフェやってる人っていろんなのをなんか見て吸収して、うん、なんかお店やったりとかしてて、結構味あるなって思って見てて思ったから、なんか自分もまたやりたいけど、このままお店やっててもなんかあんま味出なさそうだなと思って一回ちょっとなんかサラリーマンとかになって、はいはい、いろんな世界を見れた方がいいなと思って。なるほど、そうそうそう、やめた。将来的にはやっぱカフェやりたい、うん、カフェじゃなくてもまあなんかお店はやりたいっすね。なんかめちゃくちゃ暇な店をやりたいな。俺ね、お店やりたいっていうって繁盛させたいっていうわけじゃなくて、ただ場所が欲しくて暇な店をやりたいっていうのがやっぱり前提にあるから、はい、あんまりね、そのね、席数でこれ何回転して売り上げがこうみたいなのをお店には求めたくないなと思って、そう、まあでも将来緩い店はやりたいなと思ってます。棚とかも自分でつけてるんですか？あ、そうね、棚はまあちょっとぐらいなら大丈夫だろうと思ってつけましたそれはあれか、チャンネルサポートとか。あ、そうそうそう、チャンネルサポートでつけました、板を。板は普通にホームセンターとか。そうそうそう、昔なんか机とかで使ってたやつを、うん、一旦バラしてベランダに多分放置してたのを持ってきたから、結構色がね、朽ちてるそう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 、これはもうほんと無限にあるタイプ C とマイクロ USB ケーブルなんかガムテープとかそういうこまごましたもの、うん、でもここはなんかちょっと好きな本とか読みかけの本とか、うん、まあ細いものを置いてるって感じですね。うん、これもトバログ見たやつだね。トバログが買ってるものを結構買ってるな俺。そういえば、あんまりこうガチガチなヘッドホン得意じゃなくて、部屋のスピーカーとかを結構充実させてるから、スピーカーで聞くのが好きだから、まあなんか軽くリスニングしたい時とかにこれ使ってるんですけど、すごい気に入ってます。見た目がめちゃくちゃ好きですこれは。意外とその見た目もいいし、うん、軽くてつけ心地も硬くないし、そうそうそう、であと。テレカンの時マイクもついてるから、そうそうそうなんだよねそうだから結構ね、これテレカンでも使ったりしますね。こっちはね、本当まあなんかあんま使ってないような機材を入れたりとかしてるのとか、あ、そうそうそう、無印の本当この 2,3 年ぐらい出てたこのグレー系の色のやつねそう、昔透明しかなかったけど、そう、ここは結構ね、本当に書類入れたりとか、もう本当に 前から収納用になんとなくなんか買ってみたワイン箱を
ずっとなんかいろんな形を変えながら今ここに棚として存在してるっていう感じですね。いいですね、うん、下のなんかその絵とか、友達の中村慎太郎くんが描いた彼の自画像をもらったからなんかここに置いてるって感じで、なんか目隠し的に置いてて、まあ、この辺はなんか、ね、たまに見る書類とか、うん、この上とかが、まあ、仕事用の本とか、そうね、仕事で参照したりとかするやつで、これチンキ植物っていう、まあ、珍しい植物、形の植物の、はい、なんかちょっと専門的な本です。植物好きの食欲を満たすのはどの品種だろう。結構こういうところが好きで、そうこういうやつですね。この辺に実物が、そう こういうやつとかですかね。僕は好きなのがこのアガベっていう、これはリュウゼツランっていう日本語名でテキーラの原料です。みんなちょっと変わった形をしてるから、この年になってこう、ま、こんな真新しい初めて見るものをいっぱい目にする機会がないから、すごい新鮮で楽しいですね。植物は部屋用の植物とかもあるけど、結構種類が普通の園芸屋さん行くと限られてるから、うん、そんなにこんな変なのとか見ることないから、ユーフォルビアのラメナだったっけな、花の出方がすごい面白いんだよね。花のなんか中心からまたビュッて花みたいなの出てきてて、これも多分コロナきっかけだと思うんだけど、ベランダ掃除してたらなんか置きたくなって最初家庭菜園から始めたんだけど、なんかで調べてる時にこのトゲトゲのやつとか蜜との遭遇にワクワクしてしまったっていうのが結構きっかけですね。すごいもう純粋な中学生みたいな熱量で僕ら多分植物今ハマってるから、めちゃくちゃ楽しいですね。これは今見せてもらったデスクでなんか気に入ってるポイントというか、ここがなんかいいぜみたいなあります？あー、そうだね、基本的に全部座ったままアクセスできるというか、座ったままというか、あんま体動かさずにアクセスできるから、こう欲しいものがね手の届く範囲にある程度詰まってるっていうのがすごいまずいいなっていうのと、没入感というか自分のなんか好みが詰まったかつ押し入れっていうオリジナリティが個人的には結構自己満の世界なんだけど、うん、気に入ってるかな。まあずっとこれはちょっとねしんどいかもしれないけど、まあせっかく賃貸でいろんなとこ住めるから、数年ぐらいはこういう暮らしもいいんじゃないかなって思いますけど。ありがとうございます。じゃあとりあえず今回はこんな感じで、ういす、ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあなんかブログ書くか。こういう時期が明けたら中華とかに飲みに行って。いや、ほんとそうっすね。なんかカレーとかうちで食べたい。うわ、やりてー。ねー、そう、俳優なんかね、無駄な遊びとかすごいやっぱ減っちゃったから